れた。眠たーい。暑かった。今日はね、STU48 チャンネルの方で、ご褒美企画のロケをしてきたんですけど、それがですね、宮島、広島県の宮島で、朝から夜までのロケだったんですけども、めちゃくちゃそれは楽しくて、超絶超絶楽しかったんですけど、ただね、本当に暑かったし、よく歩いたし、やっぱご褒美ロケだったとしても、やっぱいろいろ巡るのって本当に体力が必要で、ちょっと疲れました。こんばんは。ジャボテンさん、お疲れありがとう。坂道 FC さん、ハートありがとう。ゆうきさん、お疲れありがとう。ウミガメさん、お疲れありがとう。坂道 FC さん、ハートありがとう。ポポさん、かわいい、ありがとう。ガントチャットさん、姫、ありがとうございます。おみかんさん、ダースーさん、ありがとう。ソリオさん、カタカナとかさん、クジマスさん、ソリオさん、ありがとう。坂道 FC さん、たくさんギフトありがとうございます。フミットさん、魔法のランプありがとう。モンブランさん、ありがとう。日焼けしたかな、怖い。日焼けしたかも。ただいまー。なので今日はちょっと本当にマックス頑張ったモードなので、ちょっと今日は1時間は配信しないかな。15分、長くて30分かなと思います。よろしくお願いします。今日の写真はですね、じゃあちょっとチラ見せしますね。チラ見せショット。
ってきましたね。違うポーズバージョン。あ、これアンピート、アンピートです。あ、これアンピー。まあこういう写真なんかも撮ったりしました。はい、これは後日ね、楽しみにしていてください。シュワン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 。どこね、どこでどう巡ったか楽しみにしていてください。こんばんは。いやー、これでもかってぐらい宮島を満喫しまして、もうしばらく宮島に行かなくてもいいってぐらい本当に堪能しました。宮島を。しかもみんな可愛かったし、本当に。そう、しばらくもう行かなくていいくらい。もうね、また行きたいよ、また行きたいんだけど、そのぐらい十分楽しいんだっていうぐらいまた行かなくてもいいぐらいっていう、お腹がいっぱいっていう意味ですね。でもさ、この間のイモスのさ、お寿司のやつもそうだけどさ、もうお寿司はいいってぐらいたくさん食べたけど、またお寿司食べてるし、まあそんな感じですよ。違う違う、本当にしんどくなかったの。違う違う、しんどいとか言ってない、一言も。本当に楽しかった。かそれは間違いないし、また宮島に行きたいよ。そうそうそう、堪能しすぎたってことです。
そう、満喫しました。でもね、犠牲がすごかった。めっちゃなんか超警戒されてて、なんか私たちの撮影が別に怪しいものじゃないんだけど、なんか許可取ってますかみたいな感じです。すごい本当に本当にね、すごく警察だらけ、警察だらけだし、だからもう何するにしても、もうはい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 みたいな、車が今車が通ってますみたいな。本当に怪しい人たちじゃないのにさ、怪しまれそうになったりね。ちょっとそこら辺が大変でしたね。こんばんは。ウォニさん、ギフトありがとうございます。クジマスさん、ウミガメさん、ギフトありがとう。ガントチャートさん、かわいい、ありがとう。みかんちゃん、ずーちゃん、カタカナのタカさん、頑張った、ありがとう。ザンタクさん、ありがとうございます。デサイズハートさん、ギフトありがとうございます。大変、本当にもうサミット。サミット大変。広島もう警察で溢れてますね。見せられる写真が他にあるかな。何かした写真。4人組の写真とか。
華やか、そう綺麗だった。にしてもちょっと疲れましたね。デサイズハートさん、カラさん、ダースーさん、クジマサさん、ウミガメさん、ゴニさん、クジマサさん、ウミガメさん、カントチャートさん、かわいいギフトたくさんありがとうございます。外国人観光客のふりして無料写メ会に参加したかった。え、本当にあの外国の方があのピクチャーピフランドプリーズアジュラあなたたちの浴衣は本当にとっても綺麗だから一緒に写真撮ってもらってもいいみたいな感じでなんかたくさん声をかけられて、でおオーケーオーケー take a picture take a picture みたいな感じで。でやって一緒に写真撮ってきました。本当にありがとう。私の母国でもあなたたちの素敵な日本の文化浴衣っていうものを伝えたいと思うわ。こんな貴重な機会一生は思い出として一生忘れないみたいな感じでなんて言ってるか分かんなかったけど多分そんな感じのことを言ってました。多分そんなこと言ってた、うん、あなたたちは本当に世界に通じる4人組だと思うわみたいなこの写真をオーディションに出したら絶対に世界進出間違いなしねみたいな、うん、多分そんなこと言ってました。はいあの英語だったんでちょっとよく分かんなかったんですけど、私のあの翻訳では多分そんな感じのこと言ってました。はいで、なんかね2人組の女性のなんかチリとペルーからのどっちだったかな、なんかチリから来た人だったんですけど確かを写真を撮ってくれたお礼にとか言ってなんかチリとペルーのなんかちっちゃいお人形とあとなんかステッカーをもらいました。あなたたちにもこの文化を広めてほしいわ。 G7 サミットが始まるそうね。いろいろ大変な広島はいろいろ大変だと思うけどこれを持って元気を出してちょうだいみたいな感じで多分言われたと思います。そう、母国に帰っても私たちは一生あなたたちのことを忘れないわ。ときっと言われたと思います。そう、あとまあその女性の方だけに限らずなんですけど
その男性の方とかも、うん、素晴らしい、これはなんて言うんだい。あ、これはあの This is a Japanese dress。 あ、浴衣ってやつか、ナイスだね。とっても綺麗だ。日本のドレスといえば着物、浴衣、僕たちそれは知ってたけど、実際目にするとこんなに綺麗なものだって思わなかったよ、なんて素晴らしいんだっていう風に多分言われたと思います。はい、外国の男性の方はそんな風に言ってました、おそらく。あ、でもこんなに喋ってなかったかな、なんか写真撮ってくださいぐらいだったかもしれない、わかんないけど、正解ですよ。いや本当にやばい、もう寝ていいよって言われたら多分今ね15秒ぐらいで寝れる。ちょっと試しに15秒間で寝れるかやってみてもいい？いきます、よーいスタート。15秒はちょっと無理だった。よいしょ、15秒はちょっと無理でしたね。でも30秒は多分いけると思う。お洋服かわいい、これはねシースルーというやつですね、こんな感じです。なんか、まあ、見方によっちゃあのあれなんですけど、おしゃれなやつですね。はい、今セクシーって言った人、体質はい、気持ち悪いので体質、ゆういちさん、おみかんちゃん、ガントチャートさん、ギフトありがとう。そりゃね、あのね
私がその水着を着てたりしたら、あいいね、ちょっとセクシーだねって言われるのはまあわかるけど、この服に関しては私セクシー目的じゃないし、普通になんかおしゃれとして着てる服なので、ちょっとね違うんですよ。そりゃ私があのビキニとか着てたりしたら、あなんかそういう風に思っていただいても結構なんですけれども、なんかちょっとなんだろう、そのグラビアとかでねやったら違うんですけど、これに関しては目的が、そうこの服に関しては違うんですよ。まあ、確かにちょっとこのちょっとなんか大人っぽいかもしれないけど、それはねあの not sexy、 はいなんですよ。なので皆さん注意してください。なんかそうそうそう、なんかね例えばその写真集のあのなんか人あの1ページでなんかそのなんか着てるか着てないかあの履いてますよみたいなさ安心してくださいみたいな、そのショットだったら、あちょっとなんかいいんじゃない、あセクシーなんじゃないって分かるけど、あのそれはねそういう場合は分かるけど、あのこういう場合はねそういうあれじゃないんですよ。はい、そういうねあの目的がねちょっと違うんですよ。なのでお気をつけください。はい。今の髪型の後ろ側いいけどめっちゃボサボサよ。これまとめ髪ほどいたやつだけん、本当にただボサボサな髪の毛をあの本当にどうにかまとめただけよ。これ取るやんか。そしたらね、ハリーポッターのねハグリッド、ハグリッドになる。ほら、ウィンガーリアムレディオーサー、ハリーウィンガーリアムレビオサ。はい、これは今言ったのはハーマイオニーなんですけど、これ自体はちょっとハグリッドですね。ハーマイオニーグレンコジ、ハーマイオニーグレンコジでもいきますね。ハリーウィンガーリアムレディオサ、このぐらい髪の毛さ、これぐらいさ短い時あったよね。
これマダムじゃない？すごい。マダム。これだとマダムになるわ。今日の朝ごはんは何を食べようかしら。これだとハーマイオニー、いや違う、ハーグリッドになりますね。すごい髪型だな。ではあと4分になりますので、そろそろ、締めの言葉とさせていただきます。今日は本当にありがとう。何もしていない君も生きていただけで偉いと思うよ。なんかした？働いた？すごいじゃないですか。おやすみ。ハグリッド。トロ実験に失敗した人ボン、キャー、実験に失敗しちゃった。ボン、爆発しちゃった。待って、私のベッドが映った。ああ、私のベッドが映りました。カメラが吹き飛んだ。まずい、まずい。いつも大好きちゃんと寝てるベッドが映ってしまった。
では終わります。13位あんちゃん、12位あおっちさん、11位よしぽんさん、10位あんにょんさん、9位ダースーさん、8位ソリオさん、7位ウミガメさん、6位オニさん、5位クジマサさん、4位シロフクロウさん、3位カタカナのタカさん、2位カントチャットさん、1位坂道 FC さん、ありがとうございました。キャーボサボサのままですが帰り会いたいと思います。おやすみなさい。でもさ、なんかタレントのユウさんってさ、こんな感じじゃないですか、髪型。おやすみなさいバイバーイ。バイバイ皆さん、さようなら。